沈みましょう。任務開始。ユミ、素敵なお嫁さんになる方法を探しているそうだな。はい、村雲さんはご存知ですか。我の知識をなめるな。そんな情報などすでに漫画から入手済みだ。本当ですか。お願いです、教えてください。なら我との修行に付き合ってもらうぞ。ユミの動きを漫画の参考にしたいからな。鎮魂の夢に沈む。花火、聖火の宴に舞い散るっす。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。教えてください、どうすれば素敵なお嫁さんになれるのでしょうか。素敵なお嫁さんになるには運命的な出会いが必要だ。運命的な。例えば魔王に囚われたユミを勇者が助けに来るみたいな感じだ。忍び転身。魔王に囚われるのですか。あまり現実的ではないような気がしますが。妖魔が存在するのだ。きっとどこかに魔王だっているはずだ。忍び転身。我はそう信じている。早く魔王になってみたい。
会えたら必ずすごい漫画を描くことができるのに。私が